もうタグついてる。多分中ちゃうか。あ、ああ細いのでな。ここら辺の2×2 ぐらい。240円。あ、めっちゃ高いな。あ、じゃあ240円。そんな高ないか。一回けどスノコ見ようか。スノコ見てからどんなもんか確認しようか。いや、もうちょっと隙間が少ないやつの方がいいんちゃう。450×90ってなかったっけ。あ、これ47×85。ちょっとちっちゃいけど、これでええか。85cm。 もうこれやったら前蓋したら終わりだ。あ、いっちゃったんだ。なんもすんの。これええな。こんな便利なものあったんや。一瞬でできるで、これてか、部屋の中でできるやつがいい。思いのほか安かったな。もともとな、あのスノコで全部作るつもりやったけど、こういうねパレットなんとかっていうのがあったからな。あじゃん聞いてる。これで作っていくな。なら色はいらんよね。アリス臭いから。アリス臭いからいらんよね。色のなこのままでいい。アリスが臭いんじゃない。塗ったら部屋が臭いの。あーちゃん昨日風呂入ったやん。昨日入れたやん。ちゃんと入れたよ昨日風呂。なら作っていこうか。で、ここやな。ちょっと狭いか。入り口。これ、あ、微妙やな。それでは最初のやつか。広さ的に、広さ的にこうやな。ここが開いちゃうけど。じゃあ、ここまでやから真ん中ぐらいで切ったらいいか。爪削らない。こっちも切ったの？うん、切ったよ。こっち切る？うん。話すね。うん。で、ここに合わせて、こっちも合わせて。これで、うん、これでじゃあ首何色、前回使った黒と銀色があるけど、黒やったらタランタラン銀色でいこうか。うるさい。よし。なんか一瞬で終わりそうやけど。これぐらい？うん。
しょ、対策よいしょ、どうでしょう、早っ。どう打てるかな、ベシベシ打てる。やっぱりね、ちょっとこう釘だけじゃ強度がね足らへんということで、ビス打ちに変更します。埋め込んでるはずだな、これで。だいぶ強くなったはずと、であと補強を入れたらいけるかな。うん、だいぶ強かったよ、さっき。はぁ、内側にいるの、いるの、いや、私が思ってたいるの、うん、あ、こういうことなんで、こっち考えないの、そう、上から重みがかかってるから、うん、離れないかね、うん、はい、ほい、よいしょ、今日もできたし、いいんじゃないですか。じゃあこれでここにからこんな感じ。まあなんかちょっと色塗りたい気はするけど、あれやな、アリス臭がるもんな。じゃあお布団入れてみましょうか。お布団というかベッド、星ベッド、星のベッド、星の星のあれみたいな、星のリゾートみたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、枕の風紀間違えたら入らんで、枕反対で、枕反対で、枕反対で、だってこっちの方が狭いの。あ、これええの、別にそれはアリス次第な、うん、入るとこにギュッギュッギュッってなるから、やったらあかんの、はい、だいぶあれで、だいぶやで、だいぶ浮いてるけどな。ちょっと覗いてみようか、アリス視点で、アリス視点で入ってみようか。じゃあ、じゃあアリス視点で。こんな感じ。アリス視点でしょ。アリス視点、アリス視点や。タン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 。こてん。何よこれ。こんな感じ、うん、飾りをね100均で買ってきたね。こんだけやったっけ、もうちょっと買ってきたらよかったぐらいな。立てとく、ぶら下げと、うん、これは、うん、150円やったっけ、安いな、大きいので200円やったっけ。で、プレートもついての150円やもんな。どこにつけるの、星ばっかり、うん、スターや、スター、アリススターやからな。
一苦労ですな。何するにしてもやっぱり。はい、それでは主役登場。アリスおいで。そんな拾わんだよ。おい。アリス。呼ばれた思ったよ。お前の部屋やん、これ。狭いとこ好きやん。なんで素通りやん。そっちはいい。もう君とどれくらい遊べる波乱万丈トント恋青春中すごい出てくる。はい、というわけでアリスのねこの家出来上がりました。結構成功したんちゃうかなと思います。最初はねスノコでね全部作るつもりやったんやけど、こういうねなんかあの最初から組み立てられてあるパレットがあったんで使ってみました。ネットでね見た犬小屋の価格と比べたら材料費だいたい半額くらいでできました。こうやってねハリスも気に入って入ってくれてるんで。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かった役に立ちそうだったらグッドボタンまたねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上、捕まえた。はい、というわけでそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。坊さんごぶみこうでした。Ha ha 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 ha!